ードに頼る。相手のパンチは外すんじゃなくて受ける。で、何より直線的な動きで距離の向こうはあるし、身体能力も高い。あ、これもこのままだったら間違いなく負けるから、そこは彼にも言ったし、山崎選手のいろんな攻撃を俊敏にかわす、視力、胴体視力も速くする、体を柔らかくする。そしてやっぱりあの大きな右のロングに対してバランスを崩してしまう、まともにもらってしまう。そうすると返せない。でも一つはやっぱ体が強いから、まずはブロックもしっかりできる。そして右の後に左も絶対返ってくるんで、それよりも早く左、右をガードしてすぐに左フックを返して命中させなきゃダメなんで、まあ、僕は釣り込む、右を受けたらコンパクトにこの位置に当てるっていうのを釣り込む、それを実戦で怖がらずにやる。またたどり着き、さあ今日も人生かけて、人生このゴールデンフィストに乗せて、山崎秀明スーパーライト王座初防衛戦、プロ44戦目、大和が64戦目。ルールはこちらとなっています。3ノックダウン制、2人フェイス2フェイス。さあ佐藤さん、はい、たまらない戦い実現となりました。そうですね、もうここからもう目離せないですよ。一瞬たりともその一瞬があればという関根さん、二人の強烈な拳ありますもんね。そうですね、山崎選手のあの右ストレートはすごいですよね。まあ、今6連勝中です。前回は深橋選手を KO、 その前はアポルキア選手を KO、 5連続 KO 中。試合が雅人さん、はい、1年ぶりになる。1年ぶりですか、はい、僕もあの山崎選手ね、練習見たんですけど、やっぱこういうね、はい、ああいう変則的な掛け蹴り、すごいミットを練習してましたね。印象としてはどうでした？やっぱりこうすごい遠い距離からこう蹴りを出してくるんで、相手からしたらやりにくいだろうなと思いましたね。今度はパンチ、左左、左Shadow turns to sun rays, and on and on.